アイテム番号、SCP-612JP。オブジェクトクラス、ユークリッドエクスプレインド。特別収容プロトコル、風雨による侵食や不慮の事故による損壊を防ぐため、SCP-612JP 群及びその周辺の土地は財団のフロント企業により買収し、倉庫に偽装した収容施設で覆い隠した上でカバーストーリー、旗迷惑な愉快犯による情報偽装を実施します。各収容施設には特殊な設備は不要ですが、状態維持のため定期的に職員を派遣して換気や清掃を実施してください。SCP-612JP に関する情報を持つ人物が確認された場合、機動部隊 S3 括弧、竹見和地、括弧閉じを派遣して身柄を確保してください。19年3月19日、オブジェクトクラス改定により特別収容プロトコルの見直しが検討されています。機動部隊 S3 括弧、竹見和地、括弧閉じは解体されているため、何らかの問題が発生した場合には財団のエージェントを都度派遣します。説明。SCP-612JP は1949年2月19日9時39分26秒に発生したとされる岐阜県、市を震源とするマグニチュード、9クラスの大地震です。震源地である岐阜県、市及びその周辺に SCP-612JP に関する複数の石碑や木碑等の遺構括弧 SCP-612JP、JP 群と呼称括弧閉じが存在しますが、SCP-612JP そのものに関する記録や報道、文献は存在せず。また SCP-612JP に関する記憶を持つ人物も現在に至るまで確認されていません。なお、仮に SCP-612JP が存在した場合には岐阜県、市及び周辺地域の人口統計はより劇的に推移することが予測されています。現在までの調査と分析の結果、SCP-612JP は通常の地震のみならず何らかの認識災害や現実改変を伴う事象であったと推測されています。SCP-612JP 群は現在まで23個が確認されており、それぞれ SCP-612JP-1 から SCP-612JP-23 として収容されています。SCP-612JP 群の概要は以下の通りであり、詳細については別点資料を参照してください。収容オブジェクト、形状、概要。SCP-612JP-1、木碑。1949年2月19日9時39分26秒岐阜大震災犠牲者追悼と書かれている。SCP-612JP-2 石碑岐阜大震災落命者名追悼の石組みと刻まれている。SCP-612JP-3 石碑1949年2月19日9時39分26秒発生の大震災により命を落とされた方のご冥福をお祈りしますと刻まれている。SCP-612JP-4 石碑1949年2月19日岐阜県大地震を忘れないでと刻まれている。 SCP-612JP-5 木碑岐阜大震災消防隊供養と書かれている。 SCP-612JP-6 石碑岐阜大震災山津波犠牲者追悼と刻まれている。 SCP-612JP-7 石碑1949年2月19日岐阜大震災震度、合唱、と刻まれている。SCP-612JP-8、木碑、岐阜大震災山津波犠牲者追悼、と書かれている。SCP-612JP-9、木碑、山本、岐阜大震災の余震による崖崩れで落命冥福を祈る、と書かれている。SCP-612JP-10、大岩、岐阜大震災の余震による落石、解読不能、通行不可、と刻まれている。SCP-612JP-11、木碑、危険崖崩れあり岐阜大震災の余震に注意1949年2月、解読不能、と書かれている。SCP-612JP-12、看板、この先岐阜大震災による崖崩れあり立ち入り禁止、警察署、と書かれている。SCP-612JP-13、石碑、岐阜大震災救助隊犠牲者供養、と刻まれている。SCP-612JP-14、石碑、1949年2月21日岐阜大震災最大余震犠牲者追悼、と刻まれている。SCP-612JP-15、廃屋、1949年2月19日を指し示す日めくりカレンダー特時40分で止まった壁掛け時計。SCP-612JP-16、木碑、
1949年2月24日岐阜大震災の余震による崩落箇所、と書かれている。SCP-612JP-17、黙秘。小学校生徒、名岐阜大震災によりここに眠る1949年2月19日、と書かれている。SCP-612JP-18、黙秘。1949年10月30日岐阜大震災、避難所閉鎖ままでありがとう、と書かれている。SCP-612JP-19、黙秘。1949年2月19日岐阜大震災震度、観測地点、と書かれている。SCP-612JP-20、死者、壁に、1949年2月21日岐阜大震災により消失1952年3月4日再建、と刻まれている。SCP-612JP-21、石碑、19、解読不能、月19日期、解読不能、震災、解読不能、と刻まれている。SCP-612JP-22、黙秘、岐阜大震災七回忌記念1956年2月18日、と書かれている。SCP-612JP-23、樹木、岐阜大震災三回忌追悼植樹、と書かれた看板あり、1980年2月19日早朝より岐阜県、市内の警察署及び複数の交番に、奇妙な石碑括弧あるいは黙秘括弧閉じが建てられている、という通報や相談が相次ぎ、財団の監視網に検知されました。警察に潜伏中の財団エージェントが調査をしたところ通報のあった23箇所で由来不明の遺構が存在しており、未知の現実改変オブジェクトの影響が懸念されたため SCP-612JP 及び SCP-612JP 群としての収容が決定されました。SCP-612JP 群が存在する地域の住民への聞き込みでは、こんなものがあるとは気づかなかった。いつからあるかわからない。そのような地震には覚えがない、といった証言が共通して得られています。SCP-612JP-9 の人名に関する調査では当時の戸籍から該当する人物が名、300名確認されていますが、岐阜県で死亡したとされる人物は存在せず、これ以上の調査は行われていません。また、年代測定として財団が保有する標準年輪曲線と目視頂上の断面部との一致パターンの検索を実施していますが、使用された木材の由来が不明ということもあり現在まで目立った成果は得られていません。1990年2月19日、SCP-612JP 群周辺で不審な行動をとる人物が目撃されたため、機動部隊 S3 竹見和地閉じを派遣して身柄を確保しました。警官に偽装したエージェント、長谷川が尋問したところ、この人物は SCP-612JP 群が自身による捜索だったと証言しました。財団エージェントによる家宅捜索では SCP-612JP 群の制作に使用されたと思われる大工道具や彫刻等、複数の角材や岩石等が押収されていますが、特異性を発揮する物品はありませんでした。1990年3月19日、調査と分析の結果、SCP-612JP 群は岐阜県、市在住の無職、データ削除、死によるいたずらであると断定されました。小林博士より SCP-612JP の存在否定とオブジェクトクラスエクスプレインドへの変更が申請され、即日承認されています。これに伴い機動部隊 S3 竹見和地閉じは解体され、同時に特別収容プロトコルの変更が検討されています。報告者、小林。削除済み、現在のオブジェクトクラスであるユークリッドからの変更を提起します。ほい。申請は即日承認されました。機動部隊 S3 竹見和地閉じは解体され、削除済み。2000年、月、日。地質調査によって岐阜県、市の地下に未知の断層が発見されました。周辺地域の地質調査結果は、この断層を震源とするマグニチュード、9クラスの地震が過去100年以内に発生していたことを示しています。SCP-612JP との関連性について、小林博士を中心とするチームにより現在も慎重に調査が進められています。権限確認閲覧が承認されました。注意。ここまでのレベル4未満職員向けの文書には非公開情報と故意に混入された欺瞞情報が存在します。これ以降、レベル4以上職員向けの文書ではこれらの検閲の該当部分を強調表示しています。アイテム番号、
SCP-612JP。オブジェクトクラス、ユークリッド・ケテル。特別収容プロトコル、風による侵食や不慮の事故による損壊を防ぐため、SCP-612JP 群及びその周辺の土地は財団のフロント企業により買収し、倉庫に偽装した収容施設で覆い隠した上でカバーストーリー、はた迷惑な愉快犯による情報偽装を実施します。各収容施設には特殊な設備は不要ですが、状態維持のため定期的に職員を派遣して換気や清掃を実施してください。SCP-612JP に関する情報を持つ人物が確認された場合、機動部隊ス、三括弧、竹見和地、括弧閉じを派遣して身柄を確保してください。1990年3月19日、オブジェクトクラス改定により特別収容プロトコルの見直しが検討されています。機動部隊ス、三括弧、竹見和地、括弧閉じは解体されているため、何らかの問題が発生した場合には財団のエージェントを都度派遣します。説明。SCP-612JP は1949年2月19日9時39分26秒に発生したとされる岐阜県、市を震源とするマグニチュード、9クラスの大地震です。震源地である岐阜県、市及びその周辺に SCP-612JP に関する複数の石碑や木碑等の遺構括弧 SCP-612JP、JP 群と呼称括弧閉じが存在しますが、SCP-612JP そのものに関する記録や報道、文献は存在せず。また SCP-612JP に関する記憶を持つ人物も現在に至るまで確認されていません。なお、仮に SCP-612JP が存在した場合には岐阜県、市及び周辺地域の人口統計はより劇的に推移することが確認されています。現在までの調査と分析の結果、SCP-612JP は通常の地震のみならず何らかの認識災害や現実改変を伴う事象であったと推測されています。SCP-612JP は SCP-612JP が実際に起きたものと認識する人間括弧以降、SCP-612JP 認識者と表記括弧閉じの数が増加するに従って特異性が変異し、逆に優位に減少することで特異性の影響が消失することが判明しています。詳細は以下の表を参照してください。SCP-612JP 認識者の総数、発揮される特異性。500人程度、ステージ1、現実改変が開始され、岐阜県、市及び周辺地域のいずれかで存在しないはずの断層がランダムに発生します。この断層が一般の研究機関に発見、公開された場合 SCP-612JP 認識者が増加する可能性があるため、オペレーション、ナマズ踏み、により早期に封じ込めを行ってください。1000人程度、ステージ2、現実改変により各種記憶媒体に記録された情報の改ざんが開始され、その結果 SCP-612JP 認識者が急増します。ステージ2に達した時点で封じ込めは極めて困難となります。1万人程度、ステージ3、岐阜県、市を中心とした半径 1km 以内で認識災害が発生し、効果範囲内では SCP-612JP は、実際に起きたもの、として認識されます。この効果範囲は時間とともに拡大し、試算ではステージ3到達から72時間以内にステージ4に至ると推測されています。認定度、ステージ4。1949年2月19日9時39分26秒を震源とする大規模な現実改変が発生します。これにより、削除済み。岐阜県、市及び周辺地域は、削除済み、また住民の多くが消失し、この結果 CK、クラス、再構築シナリオが誘発されます。SCP-612JP 認識者に対して記憶処置を実施した場合でも期待する効果は得られません。現在のところ、対象者に対して SCP-612JP に関する欺瞞情報を認識させることでのみ SCP-612JP 認識者を減少させることが可能です。財団はステージ予防措置として機動部隊ス、三括弧、竹見和地、括弧閉じを動員し、カバーストーリー、はた迷惑な愉快犯、として偽の遺構である SCP-612JP 群を設置し、一般市民や財団職員が SCP-612JP に暴露することを防いでいます。SCP-612JP 群は現在まで23個が確認されており、それぞれ SCP-612JP-1 から SCP-612JP-23 として収容されています。SCP-612JP 群の概要は以下の通りであり、詳細については別件資料を参照してください。
収容オブジェクト、形状、概要。SCP-612JP-1、黙秘。1949年2月19日9時39分26秒岐阜大震災犠牲者追悼、と書かれている。SCP-612JP-2、石碑。岐阜大震災落命者、名追悼の石組み、と刻まれている。SCP-612JP-3、石碑。1949年2月19日9時39分26秒発生の大震災により命を落とされた方のご冥福をお祈りします、と刻まれている。SCP-612JP-4、石碑。1949年2月19日岐阜県大地震を忘れないで、と刻まれている。SCP-612JP-5、黙秘。岐阜大震災消防隊供養、と書かれている。SCP-612JP-6、石碑。岐阜大震災山津波犠牲者追悼、と刻まれている。SCP-612JP-7、石碑。1949年2月19日岐阜大震災震度、合唱、と刻まれている。SCP-612JP-8、黙秘。岐阜大震災山津波犠牲者追悼、と書かれている。SCP-612JP-9、黙秘。山本、岐阜大震災の余震による崖崩れで落命冥福を祈る、と書かれている。SCP-612JP-10、大岩、岐阜大震災の余震による落石、解読不能、通行不可、と刻まれている。SCP-612JP-11、黙秘、危険崖崩れあり岐阜大震災の余震に注意1949年2月、解読不能、と書かれている。SCP-612JP-12、看板、この先岐阜大震災による崖崩れあり立ち入り禁止、警察署、と書かれている。SCP-612JP-13、石碑、岐阜大震災救助隊犠牲者供養、と刻まれている。SCP-612JP-14、石碑、1949年2月21日岐阜大震災最大余震犠牲者追悼、と刻まれている。SCP-612JP-15、廃屋、1949年2月19日を指し示す日めくりカレンダー特時40分で止まった壁掛け時計。SCP-612JP-16、黙秘、1949年2月24日岐阜大震災の余震による崩落箇所、と書かれている。SCP-612JP-17、黙秘、小学校生徒、名岐阜大震災によりここに眠る1949年2月19日、と書かれている。SCP-612JP-18、黙秘、1949年10月30日岐阜大震災、避難所閉鎖ままでありがとう、と書かれている。SCP-612JP-19、黙秘、1949年2月19日岐阜大震災震度、観測地点、と書かれている。SCP-612JP-20、自社、壁に、1949年2月21日岐阜大震災により消失1952年3月4日再建、と刻まれている。SCP-612JP-21、石碑、19、解読不能、月19日期、解読不能、震災、解読不能、と刻まれている。SCP-612JP-22、黙秘、岐阜大震災七回忌記念1956年2月18日、と書かれている。SCP-612JP-23、樹木、岐阜大震災三回忌追悼植樹、と書かれた看板あり。カバーストーリー、旗迷惑な愉快犯、の概要は以下の通りです。1980年、2月19日早朝より岐阜県、市内の警察署及び複数の交番に、奇妙な石碑括弧あるいは黙秘括弧閉じが建てられている、という通報や相談が相次ぎ、財団の監視網に検知されました。警察に潜伏中の財団エージェントが調査をしたところ通報のあった23箇所で由来不明の遺構が存在しており、未知の現実改変オブジェクトの影響が懸念されたため SCP-612JP 及び SCP-612JP 群としての収容が決定されました。SCP-612JP 群が存在する地域の住民への聞き込みでは、こんなものがあるとは気づかなかった。いつからあるかわからない。そのような地震には覚えがない、といった証言が共通して得られています。SCP-612JP-9 の人命に関する調査では当時の戸籍から該当する人物が3名確認されていますが、岐阜県で死亡したとされる人物は存在せず、これ以上の調査は行われていません。また、
年代測定として財団が保有する標準年輪曲線と目比頂上の断面部との一致パターンの検索を実施していますが、使用された木材の由来が不明ということもあり現在まで目立った成果は得られていません。1990年2月19日、SCP-612JP 群周辺で不審な行動をとる人物が目撃されたため、機動部隊S、3括弧、竹見和地、括弧閉じを派遣して身柄を確保しました。警官に偽装したエージェント、長谷川が尋問したところ、この人物は SCP-612JP 群が自身による捜索だったと証言しました。財団エージェントによる家宅捜索では SCP-612JP 群の製作に使用されたと思われる大工道具や彫刻刀、複数の角材や岩石等が押収されていますが、特異性を発揮する物品はありませんでした。1990年3月19日、調査と分析の結果、SCP-612JP 群は岐阜県、市在住の無職、データ削除、死によるいたずらであると断定されました。小林博士より SCP-612JP の存在否定とオブジェクトクラスエクスプレインドへの変更が申請され、即日承認されています。これに伴い機動部隊S3括弧、竹見和地、括弧閉じは解体され、同時に特別収容プロトコルの変更が検討されています。以上がカバーストーリー、旗迷惑な愉快犯の概要です。財団内部に対してもこのカバーストーリーが適用されていることに注意してください。報告書612、日付1990年3月19日より抜粋。報告者、小林、現在のところカバーストーリー、旗迷惑な愉快犯は有効に機能していますが、いつまでも効果があると断言することはできません。事実、1990年2月、日に発見された、名をはじめ、潜在的な SCP-612JP 認識者が存在する可能性は依然として残っていますが、調査により検出しようとした場合には逆に SCP-612JP 認識者を増加させてしまう危険性があります。したがって特別収容プロトコルはより効果的なものに更新する必要があり、現在のオブジェクトクラスであるユークリッドからの変更を提起します。ほい。申請は即日承認されました。機動部隊S、3括弧、竹見和地、括弧閉じは解体され、新たに小林博士を中心とする専門対策チームが結成されています。また、オブジェクトクラスはユークリッドからケテルに変更されました。2000年月日、地質調査によって岐阜県、市の地下に未知の断層が発見されました。周辺地域の地質調査結果は、この断層を震源とするマグニチュード、9クラスの地震が過去100年以内に発生していたことを示しています。SCP-612JP との関連性について、小林博士を中心とするチームにより現在も慎重に調査が進められています。機動部隊S、3括弧、竹見和地、括弧閉じ元隊長のメモ書き。SCP-612JP-4 が事前に指示された文法を守っていない。誰がやったのかわからないが、これを作った隊員を確認し、修正させる必要がある。忘れないように、